フザリウムは菌類の一族である。フザリウムは不完全世代の名称であり、完全世代は種によって異なる。完全世代としては、ネクトリア、ジベレラ、コロネクトリア、ハイボミセス,スなどが知られる。これまで世界で100種以上が報告されている。さらに、分子遺伝学に基づいた種の再検討が行われており、最終的には500種以上になると考えられている。 土壌中や人間の住環境や皮膚状在菌など広範囲に生息している。ほとんどは無害であるが、植物に病気を引き起こす種、人間を含む動物に害となるマイコトキシンを作る種もあるなど、人間にとっても重要なカビである。菌糸はよく発達した一定の太さのもので、規則的に隔壁を形成する。寒天培地上では寒天にもぐるか。 表面を張って成長し、次第に、気中にも伸び出す。はじめは、ほとんど透明か真っ白のコロニーを作るが、徐々に、様々な桃色、紫、薄黄色、赤などの色素を産生する種もある。分生種形成型は、フィアロ型、質画型である。分生種には、古くから、大小二つの型が識別され、大型分生種と、小型分生種と呼ばれている。大型分 小型分生子は、フィアロ型に形成される。大型分生子は、形成細胞の先端から押し出されて形成され、細長く、多くは両端に向かって曲がった、三日月型鎌型で、数個の核壁があって、多細胞、典型的には、基部に、柄足細胞と呼ばれる足状の突起を持つ。小型分生子も、同じように形成されるが、等根棒状、等卵形。 黄水系、オーナシ系、レモン型、旧系と多様で、多くは単細胞で、大型分生子よりも小さく、器部は丸い。また、近年、カイアベナシアムなど種によっては、中型分生子と呼ばれる中間の大きさで、質が型に形成され、器部が、裁断状となる分成子も作ることが知られてきた。多くの種が、複数の型の分成子を形成する。野外の植物上では、 植物組織中に菌視体を発達させ、分生子は表面に作られる。その際、分生小柄が集合し、まとまって分生子座を作ることが知られる。寒天培地上でも類似の構造を作ることがあり、こちらも分生子座と呼ばれることがある。また、寒天の中にも分生子を作ることがよく観察される。大型分生子、中型分生子、小型分生子の用語法に変え、 分生子が形成される部位に対応させて、分生子座生分生子、既生分生子を用いるべきことを提唱する、研究グループも存在する。フザリウムの完全世代は、シノウキンのう筋門角筋甲骨タケか赤粒タケ属、ジベレラ、コロネクトリア、ハイボミセスが報告されている。赤粒タケは、小さな球形の小実体を多数、枯れ木の樹皮状に形成する菌である。 ジベレラは紫色の小実体を形成するのが特徴である。なお、赤粒竹属の金のアナモルフは、フザリウムだけではなく、セファラスポーリアム、シリンドラカーペン、バートシリアムの形をとるものもあることが知られている。形は違うが、いずれも、フィアロ型の分生種形成型のものである。フザリウム属の分類に関しては、ワリン・ウィバーの分類を起点とするが、 種を細分する学派と大きくまとめる学派とに分かれて長年大きな論争が繰り広げられてきた。前者は、ワリン・ウィバーの直系の弟子たちに代表される、ドイツ・ベルリンのドイツ農林生物学研究所を中心とした研究者たち、後者は、トーフソーンや、ネルソンら、スナイダーハンセンの弟子たちに代表される、アメリカのペンシルベニア州立大学を中心とした研究者たちであった。 ところが1983年に、ペンシルベニア州立大学のネルソン、トースソーンドマリソスは、フーゼリアムスピーシーズという、これまでのテキストとは異なるスプリッター派を支持する、分類に基づいた書籍を出版した。これにより、両学派の方向性は概ね収束に向かった。カイグラマイナームセンスストリックトの分、イクコ近年は、 分子伝学的な検討が行われており、従来の種は複合種であるとされて、細分化された種が数多く提案されている。形態的には全く区別がつかなくても、種として分けることを主張する研究者も多くいる。そのため種の数は飛躍的に増えており、2006年現在で百数十種、将来的には500種以上になると言われている。種が細分化されている。 代表的な種にイグラマイナームがある。従来は北米に多く分布し、トウモロコシへの寄生性が強く、死カ核を作りにくい系統と世界中に分布し、麦類に寄生しやすいタイプとに分けられる程度であったが、それぞれイサダグラマイナームとイグラマイナームに分けられた上、さらにイグラマイナームも複合種として十数種に分けられている。さらに細分化された種の中に、 競技の F グラマイナームがあり、混乱を招きやすい。カイマニラフォーミの場合は、種が細分化された後に残った競技の F マニラフォーミに該当する種に対しては、混乱を避けるために同一学名の継続仕様の停止が勧告され、優先権のあるカイバートシリーズへと名称変更された。植物質の上で不正菌として生活するものがよく見られるが、樹液や 汚水中に出るものもある。しかし、この菌は、植物の病原菌となるものが数多く知られ、農業上の害が大きい。広い範囲の栽培植物が宿主となる。なお、以下、種名のほとんどは現在では種複合種とされる、グループを示す。ふざりウム属のカビが繁殖した、トウモロコシ宿主植物をしおれさせる、タイプのものと、組織を腐敗させるものとに対別される。 しおれさせるタイプのものは、宿主植物の根から感染し、木部の導管に菌視体を広げる。その際に、植物側は導管に隣接する柔ら組織が膨らんで導管を塞ぎ、水の吸い上げを物理的に阻害することになり、植物全体がしおれる。また、フザリン酸など、いくつかのマイコトキシンも関わっていると考えられている。特に、海ヤキシースポーラムは、 作物ごとに規制性が分化した群が存在し、それぞれの群ごとに特定の作物に胃腸性病害を引き起こす。フザリウムによる胃腸性病害が大きな問題となる作物には、トマト、バナナ、また、サツマイモ、豆化作物、ウリ化作物、油中作物などがある。腐敗させるタイプのものは、ペクチン分解酵素により細胞壁を溶解させたり、 マイコトキシンの分泌により、細胞膜の透過性を阻害させたりして、組織を壊死させることにより、症状を引き起こす。代表的なものには、カイやキシースポーラムによる、玉ねぎの犬イ,イフ病、カイサラニーによるジャガイモの犬イ,イフ病、エンドウのネグサレ病などがある。ジベレラゼアエアカイエイジアティカム、カイカルモロームによる黒類の赤カビ病は、 作物の組織を殺すのみならず、口実のようにマイコトキシンを賛成し、人畜の健康被害をもたらすことで問題となっている。逆に、稲葉かな予病は、稲の苗が徒長するもので、病原菌は、ジベレラフジクロイである。この種は、植物の成長ホルモンの活性があるジベレリンを分泌するため、稲の成長が異常になるのである。フザリウム属のいくつかの種は、 カビ毒のマイコトキシンを産生する。主なものには、トリコテセン系マイコトキシン、ゼアラレノン、フモニシン、ブテノライドなどがある。トリコテセン系マイコトキシンは、汚染された穀物を摂取することにより、食中毒性無白血球症といわれる中毒症状を起こす。ゼアラレノンは、女性ホルモン様作用を持ち、家畜に、不妊、流産、外飲部肥大を引き起こす。 免疫機能の低下した患者に重い心材性、心筋症を引き起こす心筋として知られる。また、日本においては、目や爪に病気を引き起こす、心筋症の病原菌としても知られてきた。さらに、目に日和み感染する、病原菌としても重要であり、角膜心筋症を引き起こす。主な、病原種は、カイアキシースポーラム、カイサラニー、カイバートシリーズなどで、 主要な植物病原菌と共通している。他に、フザリウムには昆虫、魚、エビなどの動物に寄生するものも知られている。その中には、養殖乳業において大きな被害を与えるものがある。また、水中的な環境にも出現することから、台所や風呂場の排水口周辺などに生育して赤い汚れになる場合がある。コンタクトレンズの洗浄剤に繁殖して、 被害を出した例もある。フザリウムのうち一部の種は赤い色素を出すことで知られ、培養するとコロニーが赤や桃色に染まることがある。野外においてもそのために人を驚かせる場合がある。樹木の傷から染み出る樹液には糖分などが含まれ、これを生育場所とする菌は数多く、まとめて樹液菌などと呼ばれる。特に酵母や それに近縁なものが多く生息し、樹液が発酵しているのはよく知られていることであるが、時期が経つと次第に四条菌も生育する。フザリウムもその中で多いものの一つであり、この菌がよく繁殖すると、その部分が赤や黄色に染まってしまう。この菌は古くからカイロージームであるとされてきた。しかし、現在ではこれはカイアックベダドシュアムとされている。 これを、外から見れば、樹皮の傷口やその周辺に樹液が染み出し、そこに菌類が繁殖して何やらブヨブヨの塊となり、これが赤く染まってしまうのである。特に水木などでは、樹液の分泌が多いのか、傷口から下側に、数十センチメートルにもわたって赤い、ブヨブヨが広がる状態も見られる。古くは、木の切り傷から、血が流れていたなどという記録があるのもこれであるらしい。 この状態が長く続くことはなく、樹液の分泌が止まれば、栄養の供給が絶たれるから、次第に干からび、それにつれて、菌の種類も変わり、最後は黒っぽくなって終わるという。また、この状態でフザリウムの完全世代が見られることも、あるとのこと。なお、湿ったところに赤い色で繁殖するのはこのカビだけでは、ない。不完全酵母のロドトルラなどの場合も多いので、 外見だけでの判断はできない。フーゼリアムベナネイトムを工業的に利用した代用肉製品に英国マーロウフーズで開発され、その後フィリピンの門で日清社から販売されているクワーンがあり、2017年7月現在、北米、ヨーロッパアジアオセアニア地域及び南アフリカの18カ国で入手可能となっている。成分はマイコプロテインと表示されている。 ビーガンに対応した製品もあるが、卵や牛乳が含まれているものもあり、注意が必要。また、フザリウムに対する食物アレルギーも存在する。クアーンの FAQ によると、UK、USA、スウェーデン、スイスランド、ベルジャム、ザ・ネザーランズ、イタリー、リパブリック・オブ・アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、サウス・アフリカ、デンマーク、フィンランド、フィリピン、 ジャーマニー、タイランドシンガポール、ありがとうございます。